皆様こんばんは、星園優子です。本日夜9時、無事に私の星園優子チャンネルが復活いたしました。イエイ。ということで、今日は緊急でちょっとお願いの、メッセージを配信させていただきました。一つ目のお願いは、セカンドチャンネルを立ち上げたので、そちらのご登録をお願いしますということです。たくさんの、方がご心配くださっていた通り、2本の動画が削除されてしまいまして、1週間、新しい動画のアップロードやライブ配信ができない状態になってしまいました。で、今後もね、こういうようなことがあると困りますし、この星園優子チャンネルは私の本業のね、音楽活動の方のいろんなアーカイブとか作品がいっぱい入ってるチャンネルなので、チャンネル自体が使えなくなるとちょっと困ってしまうということで、チャンネルを分けることにしました。星園優子セカンドチャンネル、闇の一人遊びという名前で、いつものね、闇の一人遊びのサムネイルに使っているような真正面のアップの写真でアイコンで作ってありますので、ぜひそちらに登録をお願いいたします。そしてもちろんね、こちらのメインチャンネルも残しておいてくださいね。あちらのセカンドチャンネルはまたいつ何があるか分かりませんので、こちらでその時は発信していきますので、両方登録をお願いいたします。で、ちょっと何、どの動画がどうね、削除されたかって話は、今週の火曜日にね、ちょっとライブ配信をしようかなと思ってますので、その時に詳しく話したいと思うんですけれども、もう一つのお願いはね、セカンドチャンネルの方に今すべて動画を、一人遊び、闇の一人遊びの動画は全部移行してあります。削除されたものも含めてね、全部上がってます。そしてワクチンの動画、あれはね、削除されてなかったんですね。聞き直してみたけど、そんな削除されそうなところもなかったですし、大丈夫かなと思ったんですけど、そのままでもちょっと、星野有効チャンネル、メインチャンネルを守るために、こちら側で非公開にしました。で、すでに4万7000とか5万近い視聴回数見ていただいてて、本当にね、私としてはフラットに、私はこういう選択をしたけれども、でこういう理由で選択したけれども、別にワクチンがすごく悪いとかね、打つべきじゃないとか、そんな話は全然してないし、副反応の負の字も言ってないし、もちろん、陰謀論的なこともしてないし、そうなんです。あくまでもフラットに、そしてどっちの選択も尊重される世の中であってほしいという思いで発信をしたものです。なので、できればね、今後もたくさんの方に見ていただきたいなと思っているので、一つ皆様にお願いで、動画をたくさん、もっとね、いろんな方に見てほしいなと思ってくださる、応援してくださる方はですね、ぜひちょっとお時間をいただいて、ワクチンの動画をもう一回復習も兼ねて見直していただいて、もう一回グッドボタンをね、押していただけたら嬉しいなと思っています。今ね、視聴回数もグッドボタンも全部ゼロリセットしてされてしまった状態で、やはり、そういった数字がね、多いものほど似たような動画の関連動画だったり、おすすめ動画っていう形で、知らない方に、初めての方にも見ていただけるチャンスが増えるようなので、ぜひそこのね、ご協力をいただけたら嬉しいなと思っています。もちろん時間ある方はワクチンに限らず、マスクとか同調圧力とかも、もう一回見ていただけたらと思っています。そして、先ほどもちょっと言いましたけれども、今週の火曜日、11月2日かなの、火曜日の夜8時から、緊急ライブ配信ということで、ちょっとね、この番のことの顛末というかね、そのあたりとか私の思いなんかを発信していきたいと思いますので、ぜひコメントもお待ちしてますので、遊びにいらしてください。歌も最後にちょろっと歌おうかなと思っています。というわけで、セカンドチャンネルの登録と、できたらワクチンの動画をもう一回見てグッドボタンを押していただく、この2つのご協力をお願いいたします。それではまた今週の火曜日にお会いしましょう。星園優子でした。闇の